どうも、よっさんです。ちょっとね、めちゃくちゃ寒い。これ息も白い。だからね、ちょっとあったかいとこ行ってきます。はい、とりあえずね、ベトナムのね、タンソンニャット国際空港ってとこ着きました。ベトナムめちゃくちゃ暑い。とりあえずね、ホーチミン市内行きたいと思います。とりあえずホーチミン市内までバスで来れたんで100円やったかな、空港から。ちょっとフラッとしたいと思います。とりあえず高島屋着きました。高島屋のデパ地下ちょっと歩いてるんですけど、日本食寿司とか弁当とか日本食の店が多いですね。お好みとか普通に生涯弁当とかサブ。はい、とりあえずベトナムで一発目の飯は高島屋のデパ地下で食べることにしました。値段がね、これ7万5000ドンだから約375円かな。いただきたいと思います。これね、具材をね7個チョイスしたんですけど、正直これ何か分かりません。分かるのはね、これエビとは、これもスミレとかなのかな。早速いただきたいと思います。うん、美味しい。めっちゃあっさりして、魚の出汁ね。まあ、これうまい。謎のフライ食べてみようかな。何これ、なんかビッグカツのエビ版みたいな、お菓子みたいな感じ。サクサクしてる。めっちゃ微妙な味。完食しました。ごちそうさまでした。